ジジイ引き殺すだろ。お前死ね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 。新年明けましておめでとうございます。2020年になりました。本当に1本目これ。いや、3本目ぐらいがいいね。3本目ぐらいでこの挨拶することあるの？見た通り、何やら武道場らしきところに来ておりますが、はい、やら私、大体8年間ぐらい書道やってたんですよ。皆さんやってました？俺全くやってないで、うん、うまいよね。俺は一番字うまいんですけど、はい、やってたんですよ。いらないです、はい、ちっちゃい時のからの夢でね、いつかやりたいなってので、うん、大きな書道をやりたいなってことで、バスみたいなやつ、はい、やっちゃおうということで、皆さんを巻き込んだりとか、ね、はい、うん、2020年の各々の抱負といいますか、うん、一文字を書いていただこうかなと思いますでございますよ。2019年もいろいろありましたけど、2019年皆さんがどういう気持ちで過ごしていくか、うん、戻った今、え2019年にまたなったという、ちょっとおかしい、行政おかしかったお前、殺せ。一番この世でありがたい便利なものは、はい、水道なんです。俺だ。一番水道なんだ。一番水道ですよ。まあまあでも、マップで調べたお店、水絶対使ってるでしょ。トイレもあるし。出るわ。確かに。公衆トイレも使ってるし。我々はね、はい、ひねりゃ水が出るっていう生活慣れすぎちゃってて、逆に気づけないぐらい便利なわけです。はい。これを一番最初にやってくれた昔の人に感謝してもしきれないわけですけど、一体どれだけの苦労があったのかっていうのをね、知らなければならないんじゃないかと。あ、その元ね。うん。俺実家建設業だから知ってんだよな。はい。水道作る側だから水道管通したりするからさ。水道管？新しい新しい。10キロ先に汲みに行くとかそういうことですよ。いやもうそういう時代からの話ですよ。その苦労を知れと。水を運ばなきゃいけない生活をするとしたら、どんな方法が一番ね効率的なのかっていうのを今さら知ることによって、文明が一度滅びてリセットされた後もね、我々だけ生き残ることができるかもしれない。その方法を知ってればね。そう。ちっちゃく早くうわーって運ぶのがいいのか、ドカンと一発運ぶのがいいのかってね。環境によります。全部同じ条件じゃないからね、アホお前。うわー、なるほどね。8番のカーディガンなし、あの2番のトーラーがね。8番歩く時の手が前すぎる、真顔全然ない。気になる気になる。オールブラックセンター分けお兄さんがやってる感あるよ。10番はね、俺手がプラプラしてる、人前に出たことないんだよ。お前だ、お前言い過ぎなんだよ。それともセンター分けやな。まあセンター分けで、はい、年齢が頼むだ24、5だから、うん、まあ眉毛サロンで定位的に整えていそうなキリリとした濃い眉。濃い眉が入ってる、ね、あ、濃い眉。濃いよね、キリリとしたんですか。キリリとした眉ね。あと普通さ、イケメン入れない。あ、イケメン入れよう。黒髪も入れよう。あ、黒髪ね。ちょっとピアスをつけているっていうのが、それに合う顔に勝手にしてくれるんじゃないかなっていう。あ、ピアスけてるってことはちょっとチャリンかなっていう。確かにチェックシャツとかを着させなさそうだよね。一旦ピアス、はい、あと一応彼鈴木だけど、鈴木って言う。鈴木入れなくて。早っ。鈴木不純物だ。不純物。ジジイ引き殺すぞ。おい、やめ。はい、離れに来ました。離れさん、系列ですね。だいぶ雰囲気変わりましたけど、うん、すごいぞ。すごいぞ。今度は乾杯で。よしよしよし、食べましょう。いただきましょうか。これ井端さん。おーっと、熱い、きた。ショート空いてたから。ショート空いてたのよ。セカンドでもいいしね。セカンドでもいけるね。初波さんとの二遊間とか熱くない。井端さんはもちろんレジェンド入ってる。もちろん入ってるでしょ。入ってなかったらマジ俺チンさんぶん殴るよ。チンさんをしっかりこのね記憶を保持したまま1週間お過ごしください。はい、はい。さあ、覚えてから2週間が経過しました。はい。1年の24分の1が経過したわけですね。しかし皆さんの記憶の中にはもうしっかり定着しているので、まあ、これがねどれだけ伸びようが関係ないというふうに抑えているわけですよ。はい、当たり前。脳薄いよ。それやってる間にスパイス全種類覚えられるようになってね。確かに命になるかもしれません。命になっちゃう。なー、くさすぎるかもしれない。何した何した何した。え、今日ドッキリ。何何何何これ、やめ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 。何？こう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 。
何が？怖い。やばい、破壊された、まずい。何が起きたの？やばい。あー、持ってます、みんな。はい、持ってます。どうぞ。いただきます。はい、はい、うん、もう余裕の酔っちゃいか、こうやってかば焼きさん、これはだよ、かば焼きさん下がって酔っちゃいか下がってもらっこよくいる。はい、はい、はい、それでは声を合わせてどうぞ、せーの、カーブリング。ええ、柴井さん、ターメリック。てつやさん、カルダモン。リオさん、ターメリック。なるほど。それではエクシーをお取りください。せーの、ピッ。しねー。俺はゴミカスのクズだ。はい、はい、はい、勝手に食ってるからいいだろ。勝手なことしやがって。10番、何が入ってる？え、てつやシチューみたいなやつぞ。お、マジ？ほら、お、マジでシチューだ。ガチ社会でシチュークリームシチューだ。いや、本当じゃん。クリームシチューって何ですか？ってことはいとこか、アスカか、ボンしかない。あ、うん、アスカか。これ、初登場。これ何？野沢野だ。中野、中野だ。中野だね、野沢野。俺、野沢野が大好きなんです。野沢野ですよ、なてつや。イコブさんですね。マジで野沢野漬け。野沢野、そう。あ、椎茸もありますね。豆腐、うん、鶏肉も入ってるね。人参、鶏肉もある。豪華だね。結構豪華だよ、これ。もわ、これこれ多分、てつや大好きだと思う、これ。俺、うわ、そう、一旦を泥壁で消費したのめっちゃ悔しいわ。どこの方に謝ればいいかまだ分からんけど。ちなみにそちらのお味噌汁には野沢菜は入っておりません。なんか、あれ菜の花なんかぽかったよ。なんだっけ、春菊。あ、春菊、そう、春菊。正解。あ、じゃあだいぶ深いよ、味わかるよ。なんでも春菊って言わんかった。春菊の香りの味わって黙れ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 、めっちゃ赤ちゃん早かった今。黙れ赤ワンされたらしいです。言い過ぎだ。じゃあ早速これやってもらうんですけど、今回ちょっとプロの機材を貸していただいてやろうということで、一回見に行きましょう。はい、はい、こちらが、はいはい、無事に防音室になって、はい、めちゃくちゃ涼しいし、音も響かねえし、ここで入ってずっと良かったよ。ちょっとさ、機材もね、こういうのいっぱい用意していただいたんですけど、分からないので説明してもらっていいですか？分かりました。やばそう。音は入り口から説明するのが一番分かりやすいので、はい、まず入り口からマイクがありまして、はい、そこからここに行ってですね、もしめちゃくちゃちっちゃい音取るんだったらこれを上げてください。へえ。これが真っ赤っかにならなければ大体 OK です。はい、あ、これのね、まあ、そうだ、実は触って使わなくてなに、汚くねえわ。ちなみにあの、マイク叩いたら音響さんとかに怒られる。あー、全然、はい、でんしょでんしょかえれ。これで許してでんしょはいいけど、かえれ声おかしいなんでだ